んでいきましょう。またあそこに行く。こっち行くと、ああ。レベルアップはね、さっきしたから、しばらく、レイドが若干、レベル低いから早いのか。出口急ごう。あ、じゃあこっちに行かなきゃいけないのか。うわあ、アップルグミとかちょっと蓄えときゃよかったな。全然ねえや。出口ってことはこっちでいいのかな。フィールドに繋がってるからこっちっぽかあるけど、しかもこのロードの時間の長さ的になんか会話シーンに移りそう。どうやら間に合いましたね。現れたようです。タルタロスが非常停止したことを気づいてるか。さすがに気づいているでしょう。それよりこのタイミングでは詠唱が間に合いません。巫術は使えないものと考えてください。どっちにしたってアンチフォンスロットのせいでせこい巫術しか使えないんだろ。大佐は少しずつアンチフォンスロットを解除しているのよ。そんな言い方最低だわ。構いませんよ、事実ですから。非常ハッチを開け。了解。ノラ、火だぜ。さすがジェイド・カーティス。武術を封じても侮れない。お褒めいただいて光栄ですね。さあ、武器を捨てなさい。ティア、使おう。ティアグランツか。リグレットだ。そうだ、リグレット。リグレット教官。主人様、囲まれたですの。アリエッタ、タルタロスはどうなった？制御不能のまま。この子が隔壁引き裂いてくれてここまで来れた。よくやったわ。彼らを拘束して。ジェイドだよ。ガイ様、ジェイドじゃねえよ。なんでジェイドどこから来たんだ。ガイだよ。アリエッタ。さあ、もう一度武器を捨てて、タルタロスの中へ戻ってもらいましょうか。さあ、次はあなたです。魔物を連れてタルタロスへ。イオン様。言うことを聞いてください、アリエッタ。敵なんかあるかと思ったら何もなかった。しばらくは全ての街が開かないはずです。ジェイドこっちだったわ。助かった。ガイ、よく来てくれたな。いやー、探したぜ。こんなところにいやがるとはな。ガイいいやつなんだよな。ところでイオン様、アニスはどうしました？敵に奪われた神将を取り返そうとして魔物に戦争から吹き飛ばされて、ただ遺体が見つからないと話しているのを聞いたので、無事でいてくれると。それならセントビナーへ向かいましょう。アニスとの合流先です。セントビナー？ここから東南にある町ですよ。分かった。そこまで逃げればいいんだな。そちらさんの部下はまだこの陸艦に残ってるんだろ？生き残りがいるとは思えません。証人を残してはローレライ教団とマルクとの間で紛争になりますから。何人艦に乗ってたんだ？今回の任務は極秘でしたから、常時の半数140名ほどですね。100人以上が殺されたってことか。行きましょう。私たちが捕まったらもっとたくさんの人が戦争で亡くなるんだから。愛が仲間になりました。エンゲーム、エントビラー。エンゲームってどこだっけ？エンゲームってあれか。最初にいたあれか。あれかな。ちょっと、装備とか設定しましょう。グレードよりもカトラスの方が高いのか。とりあえず頑張って、ステータス的にはやっぱレベル、後から入ってくる仲間はレベルが若干低いので、ちょっとじゃあでもアイテム等も考えると、この道を右に行けば、あれ一回さ戦闘、あれ今はどうのこうのって言ってて入れなかったのが戦闘機なのかな。イオン様、タルタロスでダート式符術を使いましたね。ダート式符術ってチーグルのとこで使ってたあれか。すみません、僕の体はダート式符術を使うようにはできていなくて、ずいぶん時間も経っているし回復したと思ってたんですけど。少し休憩しましょう。このままではイオン様の寿命を縮めかねません。戦争を回避するための使者ってわけか。でもなんだってモースは戦争を起こしたがってるんだ？それはローレライ教団の機密事項に属します。お話できません。なんだよケチくせ。理由はどうあれ戦争は回避すべきです。モースに邪魔はさせません。ルークもえらくややこしいことに巻き込まれたな。ところであなたは？そういや、自己紹介がまだだっけな。俺はガイ、ファブレ公爵のところでお世話になってる使用人だ。ちょっと待って。あ、遅い。文章のあれが。使用人なんだ。あとか、女性恐怖症、だっけ。何？ガイは女嫌いなんだ。というよりは女性恐怖症のようですね。悪い。君がどうってわけじゃなくて、私のことは女だと思わなくていいわ。分かった。不用意にあなたに近づかないようにする。それでいいわね。すまない。ファブレ公爵家の使用人ならキムラスカ人ですね。ルークを探しに来たのですか？ああ、旦那様から命じられてな。マルクトの領土に消えてったのは分かってたから、俺は陸伝いにケセドニアから、グランツ閣下は海を渡ってカイツールから捜索してたんだ。パン先生も探してくれてるのか？兄さんって。やれやれ、ゆっくり話している暇はなくなったようですよ。人間。ルーク、下がって。あなたじゃ人は切れないでしょ。逃がすか。さてとやりましょう。ああ、4人でわちゃわちゃしてるの楽しい。相手にならなかったな。ルーク、とどめを。ぼーっとすんな、ルーク。ティア、俺。いらねえ称号を手に入れた。まあ、ルークといるトラウマがあってね。ああ、動けるんかい。うるせえな。様子を見てくれ。いいんだろ。ジェイドやティアの話は極端なものです。彼らは戦うことが仕事ですから。あなたは民間人ですから、戸惑ったり悩むのも仕方のないことだと思いますよ。イオンは自分の部下が人を殺したりするのって嫌じゃねえのか？お前、人を救うのが仕事なんだろ？仕方がありません。残念ながら今のローレライ教団は人を生かすための宗教ではなくなってきているんです。いずれわかると思います。どうしました？思い詰めた顔で。ジェイドはどうして軍人になったんだ？人を殺すのが怖いですか？あなたの反応はまあ当然だと思いますよ。軍人なんて仕事はなるべくない方がいいんでしょうね。俺はどうしたらいいんだろう。安心なさい。バチカルに着くまでちゃんと護衛してあげますよ。死なれては困りますから。バカにするな。バカになんてしていませんよ。逃げることや身を守ることは恥ではないんです。おとなしく安全な町の中で暮らして、出かけるときは傭兵を雇いなさい。普通の人々はそうやって暮らしているんですから。きつかっただろう。突然外に放り出されたんだもんな。俺知らなかった。町の外がこんなにヤバいとこだったなんて。魔物と盗賊は倒せば報奨金が出ることもある。町の外での人斬りは支援と立証されない限り罪にはならないんだ。お前今までどれぐらい切った？さあな。あそこの軍人さんよりは少ないだろうよ。怖くないのか？怖いさ。怖いから戦うんだ。死にたくねえからな。俺にはまだやることがある。やること？復讐。え？なんてな。あながち嘘じゃないんだろうな。もう大丈夫なの？え？戦うことが辛かったんでしょ？私はあなたが民間人だってことを知っていたのに理解できていなかったみたいだわ。ごめんなさい。なんでお前が謝るんだよ。怪我したのはお前だろ。軍属である限り民間人を守るのは義務だもの。そのために負傷したのは私が非力だったということ、それだけ。変なやつ。無理して強がってる風にしか見えねえや。そんなことないわ。ふん。戦うことが辛かったんでしょ。私はあなた、ごめんなさい。同じだ。ご主人様。おお、なるほどね。まだだ。でも、うぜえな。ごめんなさいですの。でも。吹っ飛ばしちゃった。うぜえっつってんだろ、もうほっとけ。かわいそうみおは。でも他にこれはもうできることはないのかな。はい、ということで、まあここで一区切りとさせていただきます。今回はちょっとね、内容的にちょっとこうヘビーというかね、ちょっと重たい、ちょっと内容だったかなと思うんですけれども、割とね、その、まあ、現代、日本だと、いや、そういう話はやめときましょう。なんかね、こう、なんだろう。はい。みんなちょっとこう考えさせられるようなテーマや内容だったかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。